さ、両チームの選手がピッチに登場してきました。右サイド切り込んでいくのは大泉、中に送るが選手いません。逆に一気に前線へ、岸本へのボール、これが渡れが面白いが、さあここはいけるか、少しスパイクも脱げているが、うっと体を入れるのは3番宗近。その岸本へのボール、中西の裏、うまく体を入れて蹴り出していきました。必死に追っていたのは YS 横浜3番の宗近、誰に合わせてくるか、さらに変化などもあるか。手を挙げる、ファーサイド折り返し、ヘディング、ポスト、まだある、なんとかここはしのぐか。拾ったのは横浜、もう一度今のような形を作りたい。パンチング、アンソン、アンジュンス、比較的ファーサイドへのボールが多くなっているでしょうか。後藤、ここニア、なんと決まった、先制点は YS 横浜、最後は9番の大泉でしょうか。セットプレーからの先制となりました。角度を変える難しいところ、しかしタイミング、コース、ドンピシャ。1点を追いかけるそのセレッソ、ゴールから逃げていくボール、セカンドボール、もう一度中に入れる、キーパーパンチング、こぼれたところ、シュート、まだある、もう一度ゴールの上。ただ次々とシュート、まずこのボール、シュートを放って少しショートになったクリアボールを綺麗にセレッソはラインを作っています。ゴールに向かっていくボール、こぼれたところ、シュート、なんとかここはキーパーのアンが防ぎました。ファインセーブ、非常に強い雨の中での戦いとなっています。さあゴール前、こぼれている、ラストパス、倒れない、打ち切れるか、なんとかしのぐのは横浜。ここも体を入れて対応していきます。今のは決定的な場面でしたけれども、やはりこの雨のいたずら、ゴール正面、ヘディング、同点としました。ここも最後はガッツポーズ、背番号40の岸本武、1対1の同点としました。セレッソの方もセットプレーから足場の悪いところをボールを清掃と競っていきました。さあ横浜のがフリーキック、流れて大泉、クロス、ヘディング、最後は辻正夫、勝ち越し弾。ここでストライカーの本領発揮、樋口康弘監督も拍手、シュートを決めました、辻を称えます。さあここもサイド、前線には米澤、遠いところには岸本、その真ん中付近、前に落として米澤、まだある、シュート、決まりました、米澤の同点ゴール。見事に決めていきました、米澤レイ、2対2の同点となりました。蹴るのは後藤、書き出すセレッソ、もう一度ふわっと浮かせてヘディング、柔らかく落として、ぐっと
いませんでした。ただ決定的な場面、このアディショナルタイム作りました YS 横浜。巻いてくるボール、パンチング、こぼれたところ、なんとかしのいだ。ここで試合終了です。最後の最後まで目の離せない一戦となりました。2017明治安田生命 J3 リーグ第28節、セレッソ大阪 U23 対 YSCC 横浜の一戦は2対2の引き分けということになりました。